はいどうも皆さんお久しぶりです、丸神です。ということでですね、まあ、今回はガールフレンドの動画となるわけなんですが、ニコニコでねこれ投稿するつもりなんですけど、ニコニコの人はねこの面姿の僕を見るのはすごい久しぶりなんじゃないかなと思います。ということでですね、まあ、今回なんですが、8月15日に行われたガールフレンドのイベントに行ってきましたので、そこでね手に入れたものとかを、まあ、軽く紹介して、で、最後の方にちょっとキュピのねおまけを突っ込むっていう形の動画とさせていただきたいと思いますので、そんな感じでご了承よろしくお願いします。こんなお面の人見たくねえよっていう場合にはチークバーの方で飛ばしていただければ、あのキュピの方すぐ飛んでいけるのでよろしくお願いします。くるくると楽しきときめき、未来の自分に手を伸ばし続けてれば奇跡さえ起こるかな。ということでですね、まあとりあえず行ってきました、行ってきました。とりあえずこちらのやつは買いました、うん、買いました。でまあ中身とかね、原画とかも手に入れてきたので、まあ、原画は最後に見せるとしまして、他のねところとかをね軽く紹介していきたいかなと思います。まずですねこちら、タオルですね、あかねさんとふみおさんが見えてますけど、これはあとクロエちゃんとココミンがいます。DVD、ブルーレイの特典カードの絵柄のやつが4枚つながってるっていう感じになります。まあ詳しい絵とかは多分ここら辺に載せてると思うので、そんな感じのねやつとなります。とりあえずこれを買いました。で次がですね、はい、設定資料集ですね。まあ設定資料集別にあの会場限定とかじゃなかったんで別に買わなくてもよかったんですけど、原画がですね3000円で1枚ということで買いました。まあ、ちょうど欲しかったのでかなといった感じです。これはね後でね読みたいと思います。で次が、まあ、こちら、ガールフレンドって書いてあるんですけど、まあ、ペンライトですね。結局僕はあの使いませんでした。うん、あのこう やっててもよかったんですけど、どっちかっていうとあの歌をねちゃんと聴いときたかったんで、今回は使わなかったので、まあ、まだ使えるという感じです。これねなんかどっかを折るんだっけっていうと光るらしいんですけど、僕はペンライトとかも使ったことが本当使ったのいつだろうすごい昔なので、もうね使い方とか全然覚えてないです。で次がこちら、ミニタペストリーです。これねシャボンのあかねさん、あの僕が免許を取りに実家に帰ってた時に、実家で弾いて全く出なくて悲しんでたシャボンのあかねさんのミニタペストリーです。こんな感じのね大きさで、これはちょっと実際に開けてみましょう。ほい、こんな感じとなります。おお、あかねさん、あかねさんですね。大きさはまあ、 僕がこんな感じなんで、これくらいの大きさと思ってもらえばいいです。まあでっかくてもね、正直あのアパートだとかけられる部分っていうのが全然なくて邪魔になっちゃうので、このくらいのね大きさの方が逆に僕は良かったりするのでいいと思います。あかねさんね可愛いね、ほんとね。ちなみにこれあかねさん以外にもいろいろ他のキャラもいたんですけど、今回僕はあのあかねさんだけにしておきました。まあ理由は特にないんですけど、僕は浮気をしないのでそういうことでお願いします。であとがですね、こちらのなんかスペシャルセットみたいなやつに入ってるやつですね。こんな感じでひとまとまりになってました。デカンバッジの今年のお正月に出てたクロエちゃんですね。クロエちゃんと、あとこれがパスケースですね。後ろにあるこのあかねさんとふみおさんの2周年のねイラストのやつ、これがスマホスタンドってやつですね。ここの後ろにあるやつが、これがタペストリーとなってます。タペストリーの模様は ここにあるこれの模様です。あのココミンのバイスシュバルツかなんかのやつですね。それの絵柄となってます。であとは何かあんのかな、まあ、多分それだけだと思います。とりあえずねあのこれ開けてもいいんですけど、ちょっと開けると後々めんどくさくなりそうなので、これはちょっとこのままにさせていただきたいと思います。はい、暑くなってまいりました。この面をねつけてるとエアコンを稼働させててもとてつもなく暑いんですね。まあそんな話はともかくとして、あとはですねシリアルコードがもらえました。こんな感じの来場者特典でハイレア以上確定かなんかだ
だったと思います、まあ、これまだ入れてないんですけど後で入れておきたいと思います。あとはですねこちら の会場限定の缶バッジとあとポストカードを少し買ったので、そちらの方をね実際に開けてみたいと思います。まだ開けてないので一体誰が出るのかちょっと分かんないんですけどお金さんが来てくれたら嬉しいですねという感じでやっていきたいと思います、とりあえずポストカードを3つ、缶バッジを2つ買ったようです。買ったようですっていうのはね覚えてないんだよね。これね、これ撮ってんの結構経ってからなんですよ。時間なくて撮る時間がなくて。ということなので、開けていきたいと思います。まずはポストカードから。ポストカードは3枚1組になってるらしくて、まあ中身はね、この通り、もうわかんないので、被らなきゃいいかなっていう感じです。さあ、ではね、早速、開けていきましょう。さあみんなね、皆さんあれでしょ、こういうのが好きなんでしょ、こういう何が出るかわからないみたいなのが好きなんでしょ。ということでいきましょう。ほい。さあ1セット目、1枚目、こうかな、じゃん。ほう、神楽坂先輩でした。ああ、ちゃんとこうあれですね、真夏の音楽祭っていう風に出てるんですね。ということでこんな感じです。続いて2枚目、ほい、ムッタン、シギノさんでした。シャボンかな、これはっていう感じでこれです。3枚目、ほい、ガチレザネキかですね。エレナさんです。はい、こんな感じでね、これあれか、真夏の音楽祭だから大体みんな水着着てんのか、それっぽいですね。ということで、まあ1つ目終わりました。さあ、あかねさんまだ出ませんが、いや、まだ出るはずだ。まだチャンスあるはず。確かこれのあかねさんは、あれですね、無人島のウルトラレアのあかねさんの絵柄だったはずです。ということで、さあ、2セット目いきましょう。ヘイ、ともちゃん、惜しい、いいよ、来てる。キュピだったら、この先くらいでもう出る感じですね。続いて2枚目、伊勢のせ、ほい、クロエルメールですね。はい、オッケー、いいよ。3枚目、伊勢のせ、ほい、来た、あかねさんだ、やった、あかねさん、ウルトラレア、無人島のあかねさん、僕は持ってません、全然課金してない人にはあんなの手に入らない。ということで、あかねさんです、こんな感じです、やったぜ。ということで、やった。なんかもう手に入んないと思ってたから嬉しいです。ということで、一応3つ目やっていきましょう。まあ、あかねさん被っても全然いいですけど、できれば被らないでっていうのが理想的ですね。さあ、それではいきましょう。1枚目。ほい。あさみんか。はい。先輩です。ということで2枚目いきましょう。伊勢のせ、ほい、お、先生だ、月城先生です。はい、かぶってないですね、ここまで。意外とかぶらないもんだな。そして汗がやばい。ということで3枚目、ほい、おう、古谷さんか。ということで、かぶりませんでした。てっきりかぶるかと思ったんですが、まあそんなことはなかったですね。ということで続いて缶バッジいきたいと思います。缶バッジはね2つしか買ってないんですよね。はい、ということで2つしか買わなかったっけな、まあ、買わなかったのかきっとそうなんだろうな記憶が飛んでるんだよな。ということで開けていきます。ちなみにこれのあかねさんの柄はホットヨガのあかねさんです。僕が今リアルのアカウントの方で、本命にしてるホットヨガのあかねさんですね。ということでいきましょう。さあ、まあさすがに2つだからね出ないと思うんだけどね。ということで行きましょう。ほい、北谷先輩、コルリ先輩です。はい、こんな感じです。反射がひどい、コルリ先輩です。ラスト行きましょう。これはあれなんですね、まあ、夏の音楽祭とか何も書いてないんですね。では行きましょう。張り付いた。ほい、ココミンでした。はい、ということで、
ココミン、まあ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 いいでしょう。ということで、こんな感じでした。以上、終了。こんな感じでした。で最後に原画の方を見て終わりにしたいと思います。そろそろね、僕もこのお面をつけているとこの中でね、やばいことになるんですよね。ということで、まあささっとね見せましょう。ちなみに原画は3000円で1枚ということで、まあ、あのいくら買ったのかっていうと、あの本当はそんなに使う気なかったんですけど、あの物販行くと実際なんかテンション上がっちゃって他いろんなもん買っちゃうんで、実際は4枚だから1万2000円くらい使いましたね。はい、まあそんな感じでした。で自分あの原画は以前あのアニメジャパンに行った時に1枚もらってて、それがね、あのクロエちゃん、まあここら辺に載せときますけど、このクロエちゃんだったんで、まあそんな感じとなってます。なので今回の合わせてあの全部で5枚っていうことですね。じゃあ見ていきましょう。まあまず1枚目はこれ、こちらです。この3人、この3人いつこの絵があったのかあんまり覚えてないんですけど、いつありましたかねこれね。まあこんな感じの原画となってます。カメラ越しだとちょっとうまく伝わらないかもしれないんですが、まあ、こんな感じとなってます。あかねさんはいないとなってます。ではね、2枚目いきましょう。2枚目はこちらです。桃子朝比奈、あの桜井さんを転落させた朝比奈桃子と凪子ちゃん先輩ですね。はい、まあこんな感じです。まあ僕あのキョピとかやってるとよくわかるんですけど、軽音部にすごい好かれるんですよね。ということで今回も軽音部が来ました。まあまあいいでしょう。3枚目がこちらです。たくさん人がいるやつで、ここにね、ほら、あかねさんが一応いるんだよ、いるので僕は満足です。こんな感じの原画でした。最後4枚目が、まあ、こちら、これがゆららちゃん先輩だよね、これね。まあこれです。でかいやつですね。自分はあの個人的にはあのでっかいやつが欲しかったんで、まあこれ1枚もらえてよかったですね。まあ前回もらったクロエで合わせてまあ2枚でっかいのあったんで、まあいいとしましょう。そんな感じでした。ちょっと原画がねカメラからうまく伝わったかわかんないんですけど、うまく伝わってなかったらすいません。そしたら写真載せておきます。まあそんな感じでした。ということでね、今回は、これで終わりとなります。あの本当にこれ撮影してるともうお面が死にそうになってくるので、もうこれで終わりです。この後はあのおまけのキュピパートとなります。おまけって言ってる通り、あのあんまりやってないんで、そこはしからずということですね。ということで、今回はこれで終わりです。まあ、またイベントとかありましたら、ぜひともね、あの仲良くしてる方限定で一緒に行きましょう。仲良くしてる方限定ってとこがポイントです。ということで、おまけどうぞ。はい、どうも丸髪です。ということで、イベントから1日経って、今日8月16日日曜日、送り盆ですね。まあ今日僕朝っぱらからバイトあるんで、この後すぐ行くんですけど、まあその前にこのドリームキューピッドをね弾いていこうと思います。ということで、おまけパートですね、これね。おまけです。あくまでおまけなので、どんな結果になろうとも皆様ごんないでください、お願いします。今回はまあ茜さん、このね、この茜、今一瞬出たね、茜さんが出てくれればいいなと思います。マツリンが来てくれても嬉しいですね。まあ、今スーパーレアバッジが全然ないので、多分まあ 3枚とか4枚とか無理なので、まあ1枚記念に手に入ればいいかなといった感じです。で今利用可能コインが4519コインということで、まあとりあえず1回引いてみてどんな感じかっていうのをまあ見てみたいと思います。まあ、あのサブアカでね、引いたら爆死したんでね、あんまり期待はしてません。あとはネココスのフミオさん1枚持ってるので、最悪それも1枚来てくれると嬉しいかなといった感じです。ではね、やっていきましょう。1回目、さあさあ、いいの来るかな。さあ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 、おい、はい、まあまあまあ、ここはいいとして、こっからですよ、ドリームチャンス。さあ、何が来るかな、何が来るかな。花火クルーズが来るといいな。猫コスか、猫コスか。まあ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 、いいでしょう、まあ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 。さあ、誰が来るかな、
はい。おお、ふみおさんだ。よし、よしよしよし。まあまあ、よし。よし、よし。2枚目、2枚目。あとは、おーおーおーおお、両方スーパーレア。おまあまあ、いいんじゃないか。まあいいんじゃないか。ということで、新田の萌香さんです。で、応援があるとね。はいはいはい。まあ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 、いいんじゃないでしょうかね。声聞いていきましょう。この学校にいるとこういうのが多いのでみんな悟るんですよ。ですお、こんなんだっけ。いやいいね。まあ、僕犬か猫かで言えば断然猫なんでとても嬉しいです。であとは新田さんと。ということで、そんな感じでした。次は何円？次は何円？何円っていうか何コインだ。次1000です。1000か。でも花火クルーズこれすごい辛いですよね。これね。だって9マスある中で3マスしかないじゃんね。超辛いじゃんね。まあまあいいや。じゃああと一回だけ引きます。一回だけ。じゃあ行きましょう。さあ誰が来るかな。でも一回目が良かったからな。一回目が良かったからあんまり期待はできないですね。さあ次。ほい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 、猫コスか。ハイレア以上確定です。さっきよりいいですね。2回目得点。ああ、猫コスね。はいはい。ああ、素直に喜べない。さあ、何が来るかな。ほい！おお、はい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 。まあまあまあいいよ。はい。おお、ほい！爆死ー。はい、ということで、もう引きません。ということで、そんな感じでした。というか、花火クルーズってあれかね、普通のキューピーで出んのかね。ちょっとそれだけ見るか。あ、出るんだ。出るのか。出るけど、この前水着のあかねさんゲットするので、キューピチケ大量に使っちゃって、今288枚しかないんだよね。ってなるとな、ちょっと辛いな。辛いですね。しかもまともなの多分残ってないんだよね。っていうことなので、これをどうするかってのは、まあまたちょっと決めときたいと思います。まあ、プラチナキューピットだけ引いてもいいけど、この枚数引いて1枚とかだったら、また待って別の来た時に引いた方がいいもんね。はい。ということで、そんな感じでした。ではね、まあこの前のパートの、まあ買ってきたもの紹介みたいなところでも言ったかと思うんですけど、今回のねイベントの、まあ、まとめ的なのをちょっと話して終わりにしたいかなと思います。とりあえずですね、まあ、僕本当最初は行く気なかったっていうか、ちょっと予定的に行けないかなって思ってたんですけど、まあね、まあ、なんとか行くことができました。まあ、もうちょっとね早めに行っとけば一緒に行ける人とかもできたと思うので、そこはちょっと反省なんですけど、まあでもなんやかんやでね、夏休みっぽいことをこれまでしてなかったので、まあ少しでもね夏休みっぽいことができて、まあ非常に満足しております。とりあえずね思ったのが、やっぱり楽しかったんだけど、今度行くんだったらまあ人と行きたいなと思いました。まあ僕横左右ね、どっちともおじさんに囲まれてたんですけど、まあ非常に肩身が狭かったっていうところがありましたので、そこがねちょっと少し残念だったかなっていう感じです。イベント自体はねもう非常に楽しくて、ライブとかもすごい盛り上がりましたし、まあ何よりサトリナがねもう浴衣姿だったんだけど、それがもうすごい美しかったので、もう僕は大満足でございます。ということでそんな感じでした。以上終了。ということで、またもしね今後イベントがありましたら
一緒にいてくれる方募集中ですのでよろしくお願いします。あの仲良くしてる方ね仲良くしてる、さすがにあの僕あのコミュ障だから、ちょっといきなり言われてもちょっとテンパっちゃうところがあるので、普段ね生放送とか来てる方を優先して、そういう感じにしたいと思いますのでよろしくお願いします。あの今度ある時はまあもうあの今回みたいにあの最後の方でバシッと決めるんじゃなくて、もう最初の方からねもうどんどん決めちゃいたいと思います、行くかどうかっていうのっていうことなのでよろしくお願いします。あとはねあのリズムゲームの情報とかも解禁されて、15年内にリリースっていうことらしいので、またそれリリースされたら僕音ゲークソ苦手なんですけど、まあ、どうにか頑張ってねプレイしたいと思いますので、またそちらの方もよろしくお願いしますということで、これからね、長話してもあの僕バイトなんで、行きたいと思います。はい、ということでちょっとテンション低いですね。あそうそう、ちなみにあのクリスマスの時にあのメガネぶっ壊したとか言ってたじゃないですか、僕。あの見てない方見てもらえばいいんですけど、そのメガネね、あの修理したって言ったんですけど、そのメガネまたぶっ壊しました。はい、あの、のしかかり、鉄でのしかかってしまって、フレームがバキバキになっちゃってもう直せませんね。ということで、最後もテンションが下がる丸髪でした。あかねさん欲しかったな。まあ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 いいでしょう。